まずは地域の話題から。県内に唯一残る銭湯が沖縄市の中の湯です。高齢になる店主が昼の時間帯のみ営業してきましたが、今回若い力が加わって明日新たなスタートを切ることになりました。沖縄市上田の住宅街にある銭湯中の湯、昔ながらの佇まいが長い歴史を感じさせます。およそ60年にわたり地元の人々に愛されてきた中の湯は県内に残る唯一の銭湯です。店主の中村茂さんは89歳、現在午後2時から6時まで昼の時間帯だけ営業しています。みんなお風呂を喜んで入ってもらって、私ももうとってもあれさ、お客さんのおかげで助かって、息子も長年一人で切り盛りしてきた茂さんに新たな仲間が加わりました。去年初めて中の湯を訪れてその雰囲気に惚れ込んだ鈴木かなさんです。普通だったら銭湯って脱衣場と、お風呂などに仕切りがあるんですけど、ここはなくてもう本当に開放的で、ここ自体がなんか沖縄を表してるみたいな感覚になって、もそこも大好きです。鈴木さんは中の湯に関わりたいと奈良の銭湯で修行を積み、明日から15年ぶりとなる夜の営業を担当することになりました。いつも店の前のベンチで客を迎え入れる茂さんの温かさが中の湯の何よりの魅力だと話します。自分も自分の生きてる間やりたい、閉めること閉めないよ私。茂さんと鈴木さんは常連客を大切に中の湯の新たなファンも増やしたいと、昼と夜の営業を真心込めて続けていきたいと話しています。いや、私も実は亡くなった祖母もなじみの湯風呂屋で、いとこはよく連れられてお風呂に入ったという話を聞いたことあるんですけど、私一度もないんですよね。このニュースをきっかけに行ってみたいなと思いました。この若い力も加わってこう、またどう進化していくのかというのも楽しみですね。はい、はい。